ポール・ダニエル・ターンブルはイングランドハンドフォース出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。チェシャー州のハンドフォースで生まれたターンブルは、ストックポート・カウンティ・センター・オブ・エクセレンスのユースシステムを経て、ストライカーとして指導を受けていたが、後に CMF としてプレーするようになった。 ターンブルは2005年4月30日のレクサム戦に16歳97日でトップチーム初出場を果たした。この当時、ウィルムスロー高校に通っており、ストックポートの最年少出場記録を塗り替えた。2007年12月21日にターンブルは、ストックポートとの契約を2009年夏までに延長し、その後はファーストチームのレギュラーとして数多くの試合に出場した。 2007から08シーズン、ストックポートでは16試合に先発で出場した。2008年3月、ターンブルはカンファレンスナショナルのアルトリンチャムにレンタル移籍をして、そこでは6試合に出場した。レンタルから帰ってきたターンブルは、ジムギャノン監督に感銘を受けた。彼は、ウェンブリースタジアムでの決勝戦を含むプレイオフ、全試合にも出場した。 ターンブルは2008から09シーズンからレギュラーとなり、2008年10月3日のオールダムアスレティック戦で初得点を挙げた。この試合はチームも3から1で勝利した。2010から11シーズン、ターンブルは当時のポール・シンプソン監督からキャプテンに任命された。この時彼は21歳であった。2011年5月にクラブはターンブルに、 新たな一年契約を提示していたが、同年6月、ストックポートカウンティとノーサンプトンタウンは、ターンブルの遺跡金で合意し、ノーサンプトンタウンは、ターンブルとの個人間交渉に入った。6月29日に、ノーサンプトンタウンは、ポールターンブルを完全遺跡で獲得したと発表した。完全遺跡後、2012年1月23日には、ストックポートにレンタル遺跡で復帰し、 また2012年9月21日から12月22日までの間もレンタル遺跡でストックポートに在籍していた。2013年7月にノーサンプトンタウンから放出されたターンブルはマクルズフィールドタウンに加入した。2015から16シーズン終了後にマクルズフィールドタウンから契約を解除されたターンブルは2016年6月7日にバローへ加入した。 2017年7月、ターンブルは2年契約でチスターに加入した。しかし、チスターの財政問題の影響で契約が途中で打ち切られることになった。ターンブルはユース時代とプロ時代の初めを過ごしたストックポートカウンティに再び加入した。2018から19シーズンにはクラブのナショナルリーグノースの優勝に大きく貢献した。ありがとうございます。